ある閉ざされた雪の山荘で、は、東野敬語の長編推理小説。1992年3月5日に、講段社ノベルスとして、単行本が発行され、1996年1月15日に、講段社文庫から文庫本が発行された。2020年現在まで、映像化、舞台化などはされていない。本作は、 劇団の舞台練習という形をとることで仮想の吹雪の山荘でのクローズドサークルが形成されるという異色の設定が使われたことでは大となった東野敬語による長編推理小説である主人公を含めた7名の若者たちはオーディションに合格した劇団員であり演出家の言明により外部との連絡を行えない状況下で吹雪の山荘にいると想定して 演技を続けることを強いられる。そして一人ずつメンバーたちが消息不明になっていくが、それが舞台練習によるものなのか、もしくは本当に殺人事件が起こっているのかを疑うようになっていく。1993年の第46回日本推理作家協会賞候補となっている。文庫版の解説は、のりづきりんたろう。本作で舞台となったのりくら高原俳優を、 目指している青年、小賀の和幸は、劇団、水本で女優をしている、元村ゆり子に一目惚れしたことから、彼女に何とか近づこうと考えて、実力派の劇団である、水本の次回作の出演オーディションを受け、300人の応募者の中からただ一人、劇団員以外からの合格を勝ち取る。オーディションから1ヶ月後、演出家である、東郷仁平から手紙が届く。そこには、 乗り高原のペンションにて出演者の打ち合わせのための合宿があること、さらには誰かに公害したり欠席をした者はオーディションの合格を取り消すと書かれていた。それから2日後、早春のペンション式にオーディションに合格した劇団員の男女7人が集められた。しかし、三層の管理人である小田真一によると演出家の統合が止まるとは聞いておらず、宿泊するのは 団員の7人だけで、管理人も説明を終えたら、帰宅するという。そんな中、東郷からの手紙が速達で届き、記録的な豪雪に襲われ、電話も通じない孤立した山荘での殺人劇という、設定でシナリオを自由に考えながら、舞台稽古を行うよう指示される。さらに手紙の追伸には、電話を使用したり、外部の人間と接触を持った場合には、 オーディション合格を取り消すという警告がされていた。7人のメンバーたちは不審に思いながらも与えられた設定で舞台稽古をすることになる。翌朝になり、深夜に一人で遊戯室のピアノを弾いていた笠原敦子が3層から失踪していることが判明する。遊戯室には演出設定の書かれた紙が置かれており、笠原敦子の主体はピアノの傍らにあり、 ヘッドホンのコードで首を絞め殺されたという説明がされていた。残された6人はメンバーの中に筋書きを知っている犯人役がいて笠原厚子に殺され役になることを指示して手紙を置いたのではないかと推理し犯人探しを始める。だが地面は雪に覆われ足跡はなしという演出設定が新たに見つかり施錠なども完璧なため外部犯も否定される。 口の軽い女優の中西隆子に、劇団員の内外の事情を聞いていくうちに、先月のオーディションで不合格となり、ショックで帰郷した飛騨鉱山で、スキー事故に相反心不随となった、朝倉ま美という劇団員がいることを知る。事故ではなく、自殺説も囁ささかれる中、メンバーたちの口は重く、朝倉のことを避けようとする素振りを見せる。 自身のアリバイ確保と犯人からの襲撃を防ぐため、小賀野は本田雄一の部屋で相部屋することになる。だが、0時前にスタンドのライトをつけようとしても点灯せず、しばらくすると点灯するという異常があった。翌朝、本村由里子が失踪し、彼女の部屋には由里子の死体は前頭部に鈍器による嘆き痕があり、首を絞められた跡が残っているとの説明がされていた。 その後、厚子と百合子の荷物に整理用品が残されていたことや、山荘の裏手から血のついた花瓶が発見されるなど、不審な点が見つかっていく。さらに、百合子の部屋から、この紙を鈍器とするという演出設定の紙が見つかり、井戸の蓋からは、厚子のセーターのほつれた糸が見つかったことから、メンバーたちは、本当にこれは芝居なのか、と疑惑を抱き始めるようになり、実際に、 殺人事件が起こっている可能性を考えるようになる。犯人は朝倉正美の恨みを晴らそうとする人物ではないか。という推理がなされ、こ所義雄は唯一の部外者である小賀野を疑い、残された5人は言い争いに発展するものの決定的な結論は出ず、膠着状態となる。翌朝、3度、殺され役が失踪するかと思われたが、無事に全員が起床する。 しかし、朝食後に猛烈な眠気を覚えたメンバーたちは、そのまま混沌してしまう。だが、犯人と思われる者だけが立ち上がり、三人目の殺され役の天宮京介の首を絞めて殺害し、山荘から死体を運び出す。メンバーたちが目を覚ましたとき、天宮の姿はなく、死体の状況、を、天宮京介は首を絞められて殺されていると書かれた、紙だけが残されていた。 朝倉まさみの見舞いに行き、彼女の恨みを買っていると思われる三人全員が失踪し、犯人によるすべての犯行が終わったものと思われた。しかし、小賀野は犯人に向かって、もうこれで終わりなんですね。と告げる。この奇妙な舞台練習を終わらせる探偵役を演じるため、小賀野はべての真相を語り出すのであった。演劇の舞台となるステージの一例飛騨鉱山の ホタカ連邦本作は、下記に挙げられるような特殊な設定がなされており、それが絶妙に絡み合うことで、ミステリー作品としてもうまく成立している。ありがとうございます。